こんばんは、三輪忍です。今回はマーダーミステリーアプリうずで無料公開しているシナリオ、鏡が粉々にひび割れてを紹介したいと思います。これは先日私が制作したもので、初の完全マーダーミステリーシナリオになっています。マーダーミステリーが何か説明しますと、プレイヤーが物語の登場人物となって事件の真相に迫るというものです。このシナリオのプレイヤーは3人で60分程度を想定しています。ストーリーについて、現代日本の高級バークラブを舞台にして、そこで働く3人のダンサー、彼女たちの歪んだ関係が後に殺人事件に発展していくというものです。プレイヤーは事件後にアリバイがあったという3人です。彼らは警察の取り調べを終えてはいますが、他にいる従業員全員が終わるまで帰ることができず、暇を持て余していました。そこで事件の犯人を推理し合うという内容です。初心者でも遊びやすい作りになっていると思いますので、ぜひ実際に遊んでいただければと思います。またやってみての感想コメントなどもお待ちしております。次回作に向けての参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございます。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。